今日はキャベツのサラダ作っていきたいと思います。食べ過ぎた次の日はキャベツ、夫食べておりますが、今日は、キャベツのサラダ第2弾です。キャベツはたっぷりと千切りにしていきます。夫はこのキャベツ作戦で10キロ痩せました。キャベツお皿に盛って、はい、今日はドレッシング白ごまを大さじ1、すったものを上からかけて、はい、かつお節もたっぷりとかけていきます。ドレッシングは簡単。オリーブオイルを大さじ1ぐらい上からかけて、醤油を同じぐらい、大さじ1ぐらい回しかけて、最後に海苔を、千切りにした海苔を上からかけて完成です。ぜひ作ってみてください。